るっちまう。もうちょっと歩く。抱っこする？抱っこする？どうも、ぶひけんです。本日は土曜日、本日も作業を始めていきます。まず最初にね、昨日これ止めるだけ止めたので、マフラーハンガーをちょっとくっつけて、よいしょよいしょ、エンジンもここまで終わったので、プラグコードを元に戻して、クーラントオイルを入れていきます。あとオートマね、オートマの方のやつも入れて、そんな感じで本日も進む。あとそうだ、エルカミちゃんのメンバー加工の寸法取りもちょっとしていきます。はい、先にそれだけやっといちゃうかな。そうすればね、リフトに乗っけた後ね、まあいいや、とりあえずやっていきましょう。さてと、マフラーハンガーね、こういう感じで作っといたんですよ。だもんね、スリーブを一括入れてあげて、ワッシャー、よいしょ、でこれ2つだけ残しておきました。いつかオーナー様がね、微妙に調整取るときにね、あれもっとこっちならいいなっていうときにできるよ。で、先っぽは丸く削っときました。こいつを中に入ってくっつけていきます。よいしょ。そうなんです、なんか YouTube の書き込みで、よいしょ、よいしょ、これやりました、あれやりましたではなくて、そのやっている途中の工程を写してほしいですみたいなを書いてくださった方がいたので、よいしょ、僕がジタバタしながらさ、地味に作業してるところも撮ってみたいと思います。まあただ単にこうやってネジ締めてね、マフラーハンガーよってくっつけるだけですからね。よしってやってこう、こんな感じになります。美しい、美しいね、うんうん、いいね。よし、じゃあ本決めで決めてっちゃいましょう。よし、本決め完了。いいでしょう。よしよし、どこにも当たっていない。うん、気持ちね、やっぱこっちのマフラーもうちょっと上行きたかったかな。うん、気持ちね、今ここまでで微妙に当たってる感じがすんだよな。角度がちょっとあれだったかな。エアサスのバルブの、これ分かりますかね、このフィッティング、ここからあのゲージにこうつながるんですけど、それを取っ払っちゃうので、まあこうやって取りまして、で目くらを入れていくと、でシールテープを巻いて入れていくという感じですね。ねえ、何回も言うけど、このバルブが生きてりゃいいけどね。うん、寄せ集めなんですよ。そう、結構うちで今までやった作業でやっぱこうダメになっちゃって取り外したやつが何個か溜まってて、それの生きてる箇所をつなげてる、生きてるであろうと思う箇所をつなげて乗っけた中古品なんですよね。なんでまともに動くかどうかはちょっとまだわからない。でこの配線ですね、これもつなげましょう。これバックランプ、ブレーキランプ、あ、バックランプじゃねえや、ブレーキランプとかウインカーとかね。でそれはもうこっち新しい配線でここまで引いてきてるので、ここを作り直してやるという形で、よし、こっちもつなげないとですね。よしよし、であと燃料もこれをつなげなければいけないと、まあ挿して締めるだけ。うん、電磁ポンプは新品だから多分大丈夫。よし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 、ではちょっとやってきます。いいね、うん、うんうんうん、エルカミちゃんのチェリボムちゃんが届きましたね。今回はね、ショートバージョン、
収めるところが一箇所しかないので、そこからまたまたがせなきゃならないので短いやつを使ってみました。うん、使ってみますか。まあいつもいつも思ってたんですけどね、この短いやつ一回この短いやつだとね、加工しやすいんですよね。加工っていうか取り回しがね、スペースがあんま取んないので、そんな感じで今回はこれを使います。しまった、 50.8 がステンしかねえな。これ 42.8 のスチールの方だよな。50でスチールが欲しかった。いや、そんなに頼むしかないな。必要な時に限ってないんですよね、こうやってね、スチールのやつを溶接するんですけど。くそくそ、まあ、月曜日に注文しましょう。今ちょっと急遽ね、次のお車ちゃんのオーナーさんから連絡が入って、28日にここにも、他の車屋さんに置いてあるんですけど、28日にここに持ってくる、まあ、それはね、オーナー様とその車屋さんでやり取りやってもらってるんですけど、でも28日だって言ってたのが急遽ちょっと今日にしてくれって言われたみたいで、今から来ちゃうんですよね。だから一回ジョコンダと僕の日本式1号とエルカミちゃんを外へ出して、一回ここへ置きましょう。でちょっといろいろ調べて、でトラックちゃんが動くようになったら、エルカミちゃんをリフトの位置、トラックちゃんを前って、で新しく入ってくるやつは表にでやらなきゃなんないんだけどな、それ動かねえんだよな。まあ いや、ちょっととりあえず急遽いろいろどかしていきます。今急遽すべての車ちゃんを表に出しまして、到着を待っているところですね。とりあえずここに1回入れてもらって、そうなんですよ、ご本人の話だと、まあ、ローン組んで買ったらしいんですけど、名変ですよね、車検を取らないと名変ができないと。できれば1ヶ月ぐらいでそれまでやってもらいたいということ。そう、ローン組むとね、よく言われるんですよ、そうやって。ただ見てみねえと1ヶ月でこれじゃあね、なんとかなるかどうかなんか超能力者じゃないんで分かんないよっつって言っといたんですわ。来てみれば分かると思うんだけどね、どこがダメだって。できれば、まあ、なんかね、10年ぐらい放置してあるやつらしいんですわ。うん、あんまり手こずんないでとりあえず動くようになってくれるといいんだけどね、それも。まあとりあえず待ちましょう。今オーナー様と新しい入院のお車ちゃんが到着しましたが、すげえの来ちゃったな。なんであっちこっち外したりしてあるんだ。マフラーボルト折れちゃってんじゃんな、しかも。生きてんのかな。モーターも外そうとしたらと思うしな。燃料系はもうダメだ、全部だね。キャブ生きてんのこれ。佐伯ちゃんすごいよこいつは。やっちゃいましたか。やっちゃいましたね。すいません。なあ、生きてんだかな。喜んでるのもつかの間。つかの間。しかもこれ布巻き、はい、布はオリジナル、いや引き直してあんのかな、ちょっと新しいやつだけど。でもここなんかもう切れちゃってるもんな。バッテリー、メインケーブルはスターター全部外してあるな。問題児ですか。問題児っていうか手間かかるぞこれ。動くようになるに、生きてればの話だけどね。ちょっとバッテリー見てみようか。バッテリーなんか死んでんだろうな。死んでんだろうな。
パーツパーツはすごいいいの使ってんだけど、あ、燃料も外されてんだな、もう腐ってるな。おい、五輪銃だよ、五輪銃。五輪銃だよ。いや、見事に、見事なぐらいに死んでる。ゼロ、ゼロ。もう、問題児。バッテリー交換だな、はい、バッテリーとりあえず交換して、何の説明もなくあの人っち置いてったけどさ。なあバカですね、何にも説明してもらえねえじゃん。まあいや、全部調べるしかねえな。